イエス、ワンですね。プロダクション IG ね。IG。ああ。お？あーおおおこの演出ね。いやーそうよね、90年代後半のアニメだったな。さてガミさん、はい、ダブルキャストヤルドラシリーズ、ヤルドラシリーズ聞いたことはあるシリーズの一本なんですが、うん、見るドラマからヤルドラマへっていう、ね、はい、まあアニメーションをすごく多用した感じのムービーゲーっていうかね、まあ、アドベンチャーゲームですね。ヤルドラシリーズはやったことはない。ないないない。初代プレステで、はい、4本出てんだよね、はい、で春夏秋冬をテーマにしていて、ああ私ですね、あの冬をテーマにした雪割の花っていうタイトルは、うんうん、あ聞いたことある、ね、一人で遊んだことあるんですよね、うんうん、実況プレイでまだ桑田天球時代桑田天球祭時代か、うん、まあゲーム性的にはね、一人でやるべきゲームなのかなっていう感じはするんですけど、ダブルキャスト、これは夏をテーマにしたタイトルなんだけど、あでもダブルキャストが一作目だよね、ヤルドラシリーズの。そうだね、そう春から開始じゃないんだ。うん、で多分一番有名なのがダブルキャストだと思うんだけど、うんうん、これ動画で見たことあって。あそうなんだ、うん、で雪割の花のね動画の中でもダブルキャストだけ見たことあるんだよねみたいな話してて、あちょっと、うん、何初見を装ってっていうか、うん、できなかないかもしんないんだけど、でもポイントは覚えてるんですよ。ガミさんっていうドキドキ文芸部と同じですよ、うん、完全初見ではない感じよね。そうそうそう、うん、なのでちょっと一人ではできないなって思ってたタイトルなんですけど、2人でねやる分にはいいのかなと、はいはい、なかなかない試みですね、うん、アドベンチャーゲームだもんね。そうだね、へえ。ちょっとガミさん主体でね、はいはい、ダブルキャスト遊んで見てもらおうかなと思って。楽しみ、うんうん、あ戻っちゃう。じゃあコントローラーをね、はい、お渡ししますよ。まあ各種設定からだねまあね、タイトル画面の曲もいいっすね。うん、ああ、まあ、なんかこの絵柄に見覚えがあるというかね。なでしこ赤堀悟先生、赤堀悟先生なんだっけ。ちょっと待って、ちょっと調べよう。いや多分それ系の絵だと思うんだよな。赤堀悟先生ではないですね。後藤啓治さん、機動戦艦なでしこでおなじみ、うんうん、まあ90年代です、うん、後半の我々がイメージする90年代っていう感じだね、うん、この絵だなって感じ、うん、ああいろいろ設定変えられるね。じゃあ大丈夫かな、うん、うん、ああ一応メモリーカードね、新品っていうか新しい仮想メモリーカード作っていたんで、はいはい、どうもどうも、うん、これでいきますか、うん、ディスク1だから2もあるのか。あります。始めちゃうよもう、うん、ああ操作説明ね、ページ送り一度通った経路のスキップ、うん、まあまあまあ、うん、そんなに複雑な操作はないでしょう。そうですね、うん、の
人公のモノローグかよ。そうだね、主人公の声はないのかな。ないんだ。うん、お、やっほー、おー、なでしこだな。アニメーションでは喋ってくれる。え、ていうかすごいね、アニメーションで文章とすごいね。すごいでしょ、新時代のゲーム。これすごいね。見るドラマからやるドラマへ。これはやるドラだわ。まさにここはどこ やるドラで感動してる人を見るの楽しいな。もう15年以上経とうっていうゲームだけど。へえ、すごいね、一枚絵とかじゃないもんな。動いた。主人公が気を失ってたのを、うん、解放してくれてたのかな。君は一体誰。そうなるよ。何？いや、そらそうなるよね。覚えてないのだもの。うん。大抵だな、アガミは。言うかもしれんな。そこは否定してほしい。ああ、そりゃそうよね。それは冗談や。嘘。冗談だよ、冗談。ほら、あそこ。カラスの餌になるのに助けといたんだよ。俺酔いつぶれて、それで酔いつぶれてたんだ。ってことは主人公は成人ですね、もう。そうだね。大学生なのかな。ちょっと細かい設定全然覚えてないですけど、酔いつぶれてゴミ捨て場にいたところを助けてくれたのか、うん、まあ、それが許されるのは大学生。うん。時々いるがな、社会人で。あら、いっちゃう。お、これで開口編の終わりだね。すみません。喜んでだよね。これが僕と彼女の最初の出会いだった。まだ名前も知らないもんな。そうだね。君は誰って聞いたよな。可愛い女の子っていう表記になった。ちょっと話し方が若干気になるけど。そうなんだ。はあ、実は覚えてないんだ、なんでここにいるのか、どこから来たのか。記憶喪失ってこと？うん。覚えてるのは君がゴミの中で見たとこから。それ以前は全然記憶にない。そこからなんだな。記憶喪失なんだ。あ、ちゃんと選択肢が出る。そっかそっか、こういう感じで出るんだな。うん、これは自分だと思って選択肢を選べばいいわけだよね、うん、そうだね。ここは、うん、頭ごなしに否定するのはどうかと思うから、うん、やっぱ病院の受診を進めるけどな。まあ現実的だね、うんうん、一時的なものかもしれないしね。ここは病院を、僕のこと厄介者だと思ってない。いや、そうじゃない、心配してるんだよね、こっちはね。そうだよね。言い方悪かった。同じ言葉でも言い方ってありますからね。まあ、それはね、言い方は選べないからな、うん、選択肢だけであって。もし本当に記憶喪失だったら、頭とかそのぶつけて怪我とかしてないのかなって。そうだよ。そうだね、うん、外的要因を心配するよね、やっぱり。
てないのか。あとは記憶喪失の理由っていうのは、ねえねえ、コブないよね。このタラーっていう描写がいい。これは主人公が戸惑ってる描写なんだね。そのようです。それにしても女の子のほのかなに、うん。そうだよね、無防備すぎるな。やば、もしかして僕お風呂入ってなかった。風呂入った記憶もないんだもんな。ちょい肝ですね。ちゃんとシャンプーの匂いしてたよ。ガミさんはビダルサスーンでした。もう唾きたね。それなんか聞いた覚えあるな。だいぶ昔にも聞いた覚えあるな。昔だ、ね、椿だったかな。まあ、私は一神派でございますが、まあ、正直言うと今はスカルプケアを。そうなの。なんで一回椿って言ったの。ちょっと見え張ったの。今はスカルプケアを使ってんのか。俺の同級生がミドル刺繍によく聞くやつ。ちょっと先進めてもらって。そうだね、ゲームをしよう。何も覚えてない。ああ質問すると3サイズさ、でもさ、正直聞いても別に嬉しくないよね。嬉しくないし、男性側の目線でも、ね、女性側って自分の3サイズ把握してるもんなのかな。俺は分からない、自分の3サイズ、まあ、そうだろうね。俺も分からないけど、なんだろうね、逆の立場だとどういう質問になるのか、ね、うん、男性に対しての3サイズはっていう質問は何に当たるんだろう。分からないね。分からないね。俺唯一3サイズ知ってるキャラドラえもんだけだもん。でも覚え同じだからね。一緒だからね。覚えやすいからね。まあ記憶喪失を確かめる心配する質問としては、うん、生年月日かな、住所は、まあね、うん、覚えてたらちょっと怖いしね、なんか個人情報だなってなっちゃうし。まあ2つ目か3つ目かなっていう生年月日が安牌な気はする。うん、ああ全部聞くのかこれ。あ、でも名前は名前だね。みつき、お名前は出てきた。赤坂みつき、そうだよ、みつき、赤坂みつき。変なの、名前だけは覚えてるなんて。普通の名前だねって、なかなか人生で言ったことないな。それいいやつ、逆に面白いやつと思うけど、ね、まあまあ褒めとくか。まあね、うん、いい名前じゃない、みつきちゃんか、うん、みつきちゃんだね。ああ漢字も覚えてくれんだ。することない。名前覚えてるくらいならすぐに記憶なんて戻るんじゃないかな。いわゆる一時的な記憶の欠如っていうの、ショックか何かでポンと何もかも忘れちゃうっていうか。軽薄だな。うん、そう慰めるしかないよね。記憶喪失なったことないからな。なったことないし、記憶喪失の人に会ったこともない。確かに。なかなかだね。これ大丈夫かい？エロ漫画の導入みたいになってきたけど。ああ、そうよね。大胆だよ、それは。知り合ってからまだ何時間も経ってないっていう。ついふと出ちゃったんだよな。まずい、調子に乗りすぎた、怒らしちゃったかな。そうじゃなくて、ああ、なら、おじさんの家に居候してんの。おじさんの家に居候、ほう、
おじさん夫婦今海外旅行中で誰もいなくて都合がいい。それは安心要素か。いやそういう意味じゃないんだけど。本当本当にいいの。よくできた設定だな。ねえ。やっていい。予知さえしのげればこっちの問題。よし、ここの払いは僕に任せて。金持ってんの。出世するより先にすることあるんじゃない？おー、これはセーブだね。これで一生終わりっていう感じなのかな。導入だね。導入だね。1好きに使っていただいていいよ。そのメモリーカード順番にやろう。まあでもそんな心配する必要ないね、このゲームは。はあ、病院とか警察とか行かんの？普通はね、うん、そうあるよね、うん、その上でにはなると思うんだけどな。まあまあ若さゆえの勢いかな。こうして僕と美月の同居生活が始まった。彼女が何かの事件や事故に巻き込まれたのだろうとニュースや新聞をチェックしていたんだけど、この絵めっちゃ覚えてる。これは覚えるね。ていうか服買ってやれよ。ポイントポイントで覚えてるって言ってました。ここがまさにそうですね、うん、最初の覚えてるポイント。関係ありそうなものは何もない。今は夏休みだし学校生活に戻るまでに彼女の記憶は戻るような予感がしたんだけど、まあまあ月日が経ったのかな、うん、夏モチーフのゲームなら夏の間に話は一区切りつくんじゃない。まあそうだね、早く終わんないとね。おじさん夫婦も帰ってきちゃう。そうそうそう、おじさん夫婦に無断で人を住まわせてるわけだからね。今で入り口あたりで待ち合わせって言ってたのに。あ、絡まれてた。お、映画か。映画だ。食べる。うめえよな。わあ、ありがとう。バイト代入ったしね。家事をやってくれてる正当な報酬だよ。うわあ、美味しそう。ちょうどお腹空いてたんだ。家の冷蔵庫に適当な食べ物あったでしょ。歩いて。電車賃がもったいない、ね、てか同居してたんじゃない。時間くらいかな、ちょっと長めの散歩って考えれば楽勝だよ。いやー、お金渡しといたじゃん。若者の時間の使い方だね、うん、4時間歩けないな。4時間はもったいないね。渡したお金使えばいいの。お、決めてきたよ、バイト。バイト？アルバイト？個人情報なくて。まあまあ。ガソリンスタンド。だって、そうそうだよ。そうだよ。だって雇用する側だったから気になるよね。履歴書は。君の学生書採掘してコピー作ったし、あと、今も欲しい人員で借りといたから。なかなかやりよる。やってんな。受け目ないで済ますいいのかっていうところもあるけどね。もしもの時は自分も責任取らないといけないですね。借り続けるのも悪いしね。せめて食費と生活費の少しくらいは稼がなくちゃ。バイトか、ちょっと寂しくなるのかな。あ、ごめんね、一人で飲んじゃって。はい。そう、あ、ドクン、ドクン。いや、そんなか、大学生は、大学生衣装でしょ、関節キスな、うん。いいよ、もう一つ買ってくるから。うん、まあ、それはそう。映画始まっちゃうよ。すぐ戻ってくるから。一つで十分なのに。
ついでだから外でご飯食べてく？え？あれでも僕さっきのポップコーンでお腹いっぱい。すごい音だ。全然足りないってさ。気を使ってくれてんのかね、お金、うん、そんな感じするよね。今日は君のバイト決定祝いも兼ねておごるよ。じゃあごちそうになっちゃおうかな。どうしよう、何食べたい？任せる。だって僕何が好物だったか思い出せないんだもん。これね、居候させてどれぐらい経ってるんだろうね今。うん、じゃあうん、あ、選択肢、なるほどね。バーガー、バーガー、ファミレス、ラーメン。バーガーはちょっと思い出はあるよね。最初に思い出そうね、出会いの食事は多分バーガーやでしょ。そうだったね、うん、まあどれがいいって選ばせてあげればってちょっと思わなくはないけどね。うん、ラーメン屋でも喜んでくれそうな感じではあるけどな、ね、むしろラーメン屋好きそうな雰囲気があるよな、うん、ラーメン屋にするか。いいんじゃない、うん、ラーメン屋にしよう。おお、美味しそう。ラーメン屋確定。味噌ですか。うまそうですね。醤油じゃない？醤油か？わかんないけど。お。うわ、美味しい。何これ、すっごい信じらんない。ああ、もう感動してくれてる。嬉しいね。うん、反応はね。よかった。そんなに慌てて食べなくても、ラーメンは逃げてきゃしないよ。親父さんもめっちゃ嬉しいだろうな今。そら嬉しいよね。そんなに好きかい、ラーメン。うん、そうだったみたいです。うん、変わったお嬢ちゃんだね、うん、そうなるよな。いや、よかった、ラーメン選んで、うん、それにしても美月がこんなにラーメンが好きだったなんて意外だな。これうまそうだもんね。見た目はね。うん、もしかしたら僕の財布の中を気遣ってくれてるのかな、うんうん、そんな感じだったね。あれ、今日のナイターはどっかな。おやじさん、ガラどこに置きましょうか。あ、ちょっと待ってくれ。家庭の精神医学、うん、今日も前回に引き続きゲストとして南西総合病院精神科の森崎愛美先生にお越しいただいております。前回はストレスについてお話をお伺いしましたけれども、今回は、ええ、そのストレスが発生することによって反応する人の警告反応という説明をしたいと思います。この回三塁ランナーも残塁となり、またも得点ならず。先生の声めっちゃ聞き覚えあったな。両チームともどうしても落とすことのできないどうして果たしてどちらが接点打を先に叩き出すことができるのか。ストレスか、うん、野球興味あるの？野球じゃないよな、見てたのは多分。うん、え、僕テレビ見てた。見てたじゃない、おっと。そうだっけ。うん、ここで終わりか。なんか謎は深まるばかりだな。バーガーとかファミレス行ったらあれなんかね、ね、ちょっと気になるよね。それまあ変わるんだろうな、描写が変わって。あとはストーリーが分岐するかどうかなんだよな。グッド、ノーマル、バットがすげえ気になんな。エンドの種類がいっぱいあんなね。うん、バットエンド多くない？バットエンド多かった気がする。確かに、ああ、ハンバーガー食わしてバットエンドってことはないよね多分、うん、全員レッ、5だ5だ。集まってもらったのは他でもない、今年の学園祭に発表する映画の企画を発表する英検なのかな。主人公は英検なんだよね。あなたの例のもの、はい。おお、どうやら映画のシナリオらしい。過去姫のなんて書いてある。潰れててちょっと読めんな、わかんないね。あと俺が知ってる英検にあんな筋骨隆々のやついないんだけど。いやでも結構体育会系じゃない。そう、英検って。うちの大学の英検全員メガネしてたけどな。
メガネの筋骨隆々もいる。部長いるんだ。ネアか。現実にあったんだ、ね、これ。本当にこれやる。有名な話なのか。ああ、本当だ。この大学では有名な代物だ。シナリオを書いたのは以前この大学の学生だった人。今は倉夏樹と名乗って作家として活躍している。彼が学生の時にこの英検のために書き下ろしたシナリオ、これが過去姫のネア。あらすじはある男が囲い女を拾ったことから始まる。ああ、囲い目か。あ、囲い目、過去姫じゃなくて囲い目か、あれ。うん、はいはい、なるほどね。囲い目とは今でいう愛人のこと、おめかけさんですよね。字面からしても。その愛人が最初は橋の下の小さな棺桶を寝床にしていたのだが、男といい仲になると金が入り、寝床がだんだんと贅沢になっていくのに気づく。それにつれ囲い目は男への欲求が大きく贅沢になり、男の全財産を使い果たすだけでなく、精神肉体までも女の中に囲い込んでしまうという話である。あ、壮大だな。今から10年ほど前、ここの英検でこのシナリオを使って撮影が開始された。最初は何事もなく撮影が進んでいた。だがしばらくしてまず主演女優が変化の兆候を見せた。シナリオにのめり込み、映画と現実の世界が区別できなくなっていったのだという。怖いね。脚本が良すぎたのかな。他のスタッフ、出演者はその姿に怖くなり、だんだん退いていったのだが、ただ一人、作品の監督をすることになるカメラマンだけが、この女優の意思に賛同した。いつの間にか部員は1人減り、2人減り、ただカメラマンと女優だけが残り、映画を撮り続けていた。元部員もただ冷ややかに2人を見ていた。誹謗中傷、霊障。だが2人は撮影を止めなかった。そしていよいよラストシーン。この女優はシナリオに書いてある通り、大学の校舎から飛び降り死んだ。はあ、はあ、飛び降りる演技をしたのではなく、本当に飛び降りたのである。そしてそのカメラマンも女優の飛び降りる姿をカメラに収めた後、同じ場所から同じように飛び降り死んだ。シナリオに見せられてしまったんだな。ただこれは当時の噂話ということではあるが、ともかく朝校内の地面に2つの死体が転がっていたのは事実、うん、そして後で見つかったカメラの中にフィルムは存在していなかった。はあ、果たしてそれは最初からなかったのか、それとも誰かが抜き取ったのか。事件は自殺と断定された。もちろん作品も未完成のまま、できていたラッシュも証拠として押収されたまま行方不明。ラッシュってなんだ。撮影したテープとかね、材料たちかな。その当時は随分週刊誌を騒がせたみたいだけど、この英検もプライベートフィルムの賞からはどんとご無沙汰。大学の中央執行部からも部室を明け渡せという話も出ているらしい。だからこそ私はこの話題作で賞を狙いに行く。だが今この映画で足りないもの、主演女優。以前の真珠事件を起こしたような内容だから学内の奴ら誰もなりたがらない。こうなれば大学の外からでもいい。ああ夏休み一月近くを拘束できる。読めてきたな。私からの話は以上。解散。ゴーダと花園すげえな。こんな人数いんのに危ういんだね、部としての立場が。すごい、まさか
僕たちの手であの囲い目のネアを作ることができるなんて。誰？こいつは二村かな、うん、二村秀樹、僕と同期の新人だ。大学1年生なのかな。1年生だとまずい描写があるよね。いやでも浪人していたっていう可能性もあるから、 そこはあの、うん、そういうことにしとこう。大丈夫です。僕と二村はシナリオのコピーをもらい速攻で読んだ。噂には聞いてたけど、すごい完成されたシナリオだね。でもさ、今から夏休み明けられる女の子の知り合いなんている？新人でも知ってるぐらい、うん、有名なシナリオなんだね、まあ、その怪談話というかね。自分の大学で10年前にさ、うん、実際自殺が2人出たら、まあ語り草になるもんか、うん、語り継がれててもおかしくはないね。あ、いた。まあそらそうなるよな。へえ、英検なんて入ってたんだ、うん、でもなかなかいわくつきのシナリオで大変だよ。知ってるかな、倉夏樹っていう作家。左利きか、美月ちゃんは。そうだね。その人が昔書いたもんなんだけど、俺がさ、以前映画作ってた時にその当時の女優と監督が校舎から飛び降りてた。監督だっけ、カメラマンって言ってなかった？監督もやってた、カメラマン監督兼か、はいはいはい。結構有名な事件だったらしいけど、目つきが。お願いなんだけど、みつきさん？あ、ごめんなさい。何？どっちが郷田でどっちが花園なんだろうな。わからないね、現状。あー、この服の方が俺めっちゃ見覚えあるわ。あー、よろしくお願いします。男子しかいないんかね、英検は。だってこいつらもう決めちゃってるみたいだしね。しかしお前たち、英検鉄の掟その1、スタッフは全員の出演者に手を出してはならない。分かってるね。はい。でもこの映画が終わった後の恋愛だったら構わないんですよね。盛り上げ上手だな。シャーラー、クランクインは明日からアップまで気合い入れていくからね。部長が主演をやるっていうのはなかったんですか ね監督なのかな。相手役を務めさせていただきます、赤坂です。監督やりたがりマンはいるからな。よろしくお願いします。あ、これがヒロイン、主人公か、佐久間くん。こっちが主演男優の佐久間よしき。こちらの女優さん、演劇の経験はほとんどないから、佐久間の方、リード頼むね。あの、名前、下の名前は？え？あの、美月って言います。美しい月の美月です。美月さん？なあに、佐久間、私の目の前でナンパ？いえ、まさか。前にも言った通り、撮影中の恋愛はご法度だよ。ええ、もちろん、分かってます。すごいね、ちゃんと動くね。なんて、いきなり名前聞かれちゃった。なになに？あの男ってなるかもしれんな。気になる？は正直に言っといた方がいい、ちょっと素直にね、うん。なに、うん、これはなるわ。なに、女の子に手が早いって話だから、うん、心配してくれてるんだ。いや、そのそれはそう。また一人の男性の心を惑わせてしまった。
罪作りな僕。またってな。うん。でも俺は割ともう惑い気味だけど。惑わされた一人目でしょ君。否定はできない。楽しそうだな。うん。羨ましいな。いっぱい買ってるな、うん、スーパーで。はい、ね。今のは結構痛い。うん。もうやっぱね、このダブルキャストのヒロインの絵はこの服装なんだよね、うん、あのリボンと。これはめっちゃ見覚えある。この絵は知らん、あ、この一枚絵は知らないけど。まあ、パッケージもね、うん、これ、ね、この服装だったと。最初のなんか B ボーイみたいなファッションじゃないじゃない。おう。いやー、どっちだこれ。バイトもやってんだもん ね。バイトしながらか。まあ英検の一員としてこっちかな。セリフとか覚えられてる？まあまあってとこかな。本当？記憶喪失な分セリフを覚えるのも早かったりすると助かるんだけど。トマトが。今のオートバイ。何、ただ惹かれかけただけじゃないの？大丈夫？今のオートバイ、僕を狙ってた。僕を狙っていた。僕を引こうとしていた。ええ。本当だって、あれは絶対狙ってたよ。うん、もう気をつけよう。気をつけないと。僕がいつも一緒にいてあげられればいいんだけど。そうもいかないもんね。うん、すまない。うん、うん、その気持ちだけで今は十分。留守電か光ってんの。そうだね。設定解除します。留守録音1件です。ただいま留守にしております。発信音の後メッセージをお入れください。あ、二村だけど。二村か。二村か。場所を変更になったんで、物質じゃなくて直接駅の方へ集合してください。時間は変更なしです。じゃあ明日。8月7日午後、うん、夏だね。夏休みだね。美月が狙われている。まさか、ね、事情を知らないからな。うん、うん、そうそうなのよ。記憶喪失の原因ってなんだろう。事件に巻き込まれて記憶が消された。まさかね。警察と病院に行ってねえのが気になってしょうがないな。誰から電話？田村のことは多分知ってるもんね。うん。集合場所変わったって。ああ、そう。あれ、もうお風呂入るの？なんか気分変えてさっぱりしたくて。どうぞ先に。うん、覗くなよ。いや、ここめっちゃ覚えてるわ俺。こういうやりとりしたいな。ここも覚えてるポイントの一つですね。覗くなよ。今んとこ君が覚えてるポイント、美月ちゃん服着てないけど。そんなことはないだろ。まだ部分的にしか見てないからさ。こっからこっから。どちら様ですか？あの女に関わるな。もしもし。怖っ。誰なんです、あなた。うん。怖いね。すぐにあの女から離れろ。あの女には近づくな。事情を知らないと。切られた。声は、ボイチェンとか使ってんのかね。多分引き込まれるね。うん、結構ね、うん、今まで主人公以外みんな声あったのに、あの電話は声ないんだよな。うん、まあ誰か特定できないような声だったってことでしょうな。一回区切ろっか。はい、切りますか、うん、これで 9%1 割。まあまあちょっとずつやっていきましょう。うん、うん、じゃあどう、じゃあ、はい、パート1は以上で。はい。